サイモン・セバーグ・モンテフィオリサイモン・セバーグ・モンテフィオリは、イギリスの歴史家、作家、ロンドン生まれ、ルドグローブ校、ハーロー校で学び、ケンブリッジ大学、ゴンビルキーズ・カレッジで歴史を専攻した。モンテフィオリの本は、世界のベストセラーであり、33の言語で出版されている。彼の最初の歴史書、キャサリン・ザ・グレート・パトム・クーンは、サミュエル・ジョンソン賞、 ラフ、クーパー賞、マーシュ電気賞の最終選考に残った。スターリン、ザ・コート・オブ・ザ・レッド・チャーリは、英国文学賞の歴史書部門を受賞している。ヤング・スターリンは、ロサンゼルス・タイムズ文学賞の最優秀電気賞、コスタ文学賞、ブルーノ・クライスキー賞、政治文学賞、レグランプリ・デラビオグラフィ・パリティックを受賞し、ジェームズ・テート・ブラック記念賞の最終選考作品に、残った。 ミラマックス映画会社とルビーフィルムは、ヤングスターリンの権利を購入し、現在、映画作品を企画制作中である。小説、祖先歌を書き、次の歴史書は斬新な解釈での中東史エルサレム、ザ・バイオグラフィーを執筆中。英国王立文学協会会員であり、妻の小説家サンタ・モンテフィオーリと、子供二人たちとロンドンに在住。義理の父は、実業家。 大事主のチャールズ・パーマー・トムキンソン。兄弟は、作家のヒュー・セバーグ・モンテ・フィオリ。義理の妹に、社交界のセレブで、テレビタレントのタラ・パーマー・トムキンソンがいる。友人、知人には、チャールズ・王太子と、イギリス保守党党主。同時期に、政府の大臣であったエリツィン・トプルチンの出版社は、キャサリン・ザ・グレート・パトムクーンのロシア語の権利を買い、私の仕事もかなり助けてくれた。 しかし、スターリンに関する私の際、ヤングスターリンの調査にはロシアでの支援はもはや受けられなかったが幸いほとんどの資料はグルジアにあった。だが皮肉にもこの新しい本は再び同じ出版社に買われた。クリスティアン・エッシュのインタビューにおけるモンテフィオーリ。ありがとうございます。